とってもおめでたい局所的な情報が出ましたんで、あのね、東京メトロ東西線沿いにお住まいの皆さん、あるいは江東区にお住まいの皆様、おめでたい情報が入りました。なんとですね、3月12日の土曜日に江東区の区役所の横にある江東区文化センターホールっていうのがあるんですけど、そちらでですね、2001年牛の旅がまた上映されるという情報が入りました。上映はですね、14時からの上映で、なんとですね、前売りチケット鑑賞料が500円ということで、かなりねお安いお値段ですね。そして江東区文化センターホールっていうところの座席数を確認しますと511と書かれてまして、結構ね大きいキャパシティを持ってるホールなんですよね。大きいスクリーンでまた2001年宇宙の旅を拝めるということで、今日の情報はもうここだけなんで特に言うことはないんですけども、まあ、私もですね、3月どうすかね、ちょっと微妙ですけど、とにかくね、昨年の午前10時の映画祭だったりとか、リバイバル上映の機会に2001年宇宙の旅を逃した方はですね、まあ、せっかくですから、この大きいスクリーンで、2001年を拝めるということなんで、これをね、ローカルに落とし込んだらね、僕の地元なんかで落とし込んだらもう公民館で上映しますよみたいな情報に近いとは思うんですけども、まあ、江東区の皆さんにとってはね、そんな告知入れんなよっていう迷惑な情報かもしれませんが、せっかくの機会ですからみんなで拝みましょうということでね、勝手に告知入れさせてもらいました。まあ、何より500円ということで、しかも14時からですから、せっかくの土曜日ですからね、お昼過ぎまでゆっくり睡眠をとってですね、そしてもぞもぞっと目覚めてバッチシ眠気を吹き飛ばした上で2001年を拝めると、これはね素晴らしい上映会ですよね。ということで今回以上でございます。ありがとうございました。